い、メールドットコムです。先日ご紹介しましたネイルショップの福袋ですね。たくさんの新しいカラージェル出会うことができました。動画終わってからミューズと気まぐれキャットはどちらにも入ってたのでカラー確認したんですけど、かぶってなかった。かぶったのはトビネイルさんで届いたこのパールリッチグリーン、この2本だけだったっていうのがね。今回めっちゃだからカラージェル増えたじゃんということで、今日はねこちらのカラージェル実際にチップに塗って色味とかねテクスチャーとかそういったもの見ていきたいと思います。こちらのプリアンファさんの福袋に入っていたカラージェルたちから試していきたいと思います。まずはですねこちらレッドカーニバルっていうプリジェルのカラージェルですね。リアルレッドみたいな感じの赤に感じるんだけど、ちょっと色味が違うんですかね。ちょっとね硬さ的にはねちょっと今ねお店の中が寒いんで割とちょっと固めっぽいような感じなんですけど、あの他のプリジェルとあまり硬さは変わらないです。このぐらいかなっていうような感じです。ちょっとこっちの方がクリア感があるのかな。一度塗りこんな感じですね。ちょっと割と明るめの赤っていう感じがします。塗り終わった色味こんな感じになっております。こちら側こっちがプリジェルさんが出しているリアルレッドっていうね赤のカラーになるんですけど、やっぱりそれと並べてみると少しこっちの今回のレッドカーニバルの方が明るい感じの赤っていう感じですね。なんかやっぱりねパプリカとかそういった感じの赤イメージしてもらえばあの分かりやすいかなっていうふうに思います。残りは使ったことのないカラージェルですね、やっていきます。まずはこちらのベティジェルさんですね。ヒイラギっていうカラージェルになっています。あ、でもメーカーさんがねやっぱりね同じだからね、多分ね硬さとかテクスチャー的には全部同じような感じなのかな。プリジェルさんよりも少し伸びが悪い気がする。一度塗りするとこんな感じですね。クリア感がある緑なんですけど、多分これ二度塗りするとねこのクリア感は綺麗にマットになるかなっていうような感じのクリア感ですね。なんかグラデーションとかもできそうな緑ですね。はい、二度塗りした色味こんな感じになっております。まあ本当にねヒイラギっていう名前のごとく葉っぱのような感じの緑ですね。なんかアートとかそういうのに使うと良さそうな緑ではあるんですけれども、全然これワンカラーで塗ってあげてもいい感じの緑だなっていう風に思います。こういう緑もね私持ってなかったので、ちょっとね今後お店で使っていきたいなって思うような感じの緑です。次はこちらですね、銀庫。プリアンファさんのメーカージェルはね、あの珍しい名前がすごく多い。なんか可愛いから覚えやすい。あ、すごいじゃん。すごいグリッター感。なんかちょっと粒子が大きめのラメっていう感じがしますね。でこれはちょっとラメグラで作って仕上げていきます。塗ってみるとこんな感じですね。あのもともとねもう混ざっているのですごく塗りやすいは塗りやすいです。ただ自分でクリアジェルにラメを混ぜるよりもやっぱりこういうものは少し厚みが出やすいなっていうふうに思います。で粒子がそこまで粗すぎず細かすぎずっていう感じのねラメなので、フレンチネイルのラメラインそういうのにもね使えるようなラメになっています。こっからはねちょっとどんどん塗っていきたいと思います。気まぐれキャットの4006番、メタリックパープル。メタリックパープルの色味はこんな感じになっております。この色めっちゃ綺麗じゃない。なんかさこれでさギャラクシーネイルとかのベースにしたりとかしたらね、すごいこのパール感がいい感じの仕事するんじゃないかなっていうような感じの色味です。次はこちらのリリアンですね、塗っていきます。リリアンの色味こんな感じになっております。ピンク紫みたいな感じの色味ですごく綺麗なんですけど、伸びがすごく悪いなーってちょっと思いましたね。なんだろうな、塗りにくいっていう感じの伸びの悪さじゃなくて、ビヨーンって伸びないで立って切れちゃう感じ。
なので全然多分ねフレンチもいけるしグラデーションもいけるし何でもいけるっていう感じのカラージェルだなっていう風にね思います。次はこちらの限定カラーと書いてあるリキッドメタリックパープル、こちらのカラー使っていきます。すごいメタリック感、これまたあれかな、うわすげえ柔らかい、さっきまでの気まぐれピグメントと比べるとすごくサラサラしていますね。湯張っちゃわないかがちょっと心配なので、ルナライト 48W で一応60秒ちょっと硬化して作ります。塗ってみるとこんな感じの色味ですね。まあ、確かに、まあ、パープルっちゃパープルだけどシルバーっちゃシルバーみたいな感じの色味です。なんかそこまですごいがっつりパープルっていう感じでもないしがっつりシルバーっていう感じでもないので、割とこうメタリック系のカラー初めての人とかにねすごく使いやすいような色味だなっていう風に思います。次は私が一番使いたくて使いたくてしょうがなかったこちらのミューズの塗っていく色味はトワイライトシャンパンというカラーになっております。キラキラしすぎてピントがって感じ。テクスチャー的にはまあプリジェルさん、プリムドールさん、気まぐれさん変わらないですね。ただねすっごい粒子の細かいラメがねたくさん入ってて、ちょっと塗りたい早く。これもちょっとラメっぽいのでグラデーションにしようかな。いやグラデーションになんかできないぐらいの、あちょっとちょっとって感じ。すごい綺麗、わかります？一度塗りでこれすごく綺麗、めちゃめちゃ綺麗じゃない？これめちゃめちゃ上品なゴールドっていう感じのね、すごく綺麗、爪の上で見るとなおのこと綺麗。先端二度塗りしてあるところマジで全然透け感がないので、ほんと試してもらいたいっていうようなカラーです。最後はこちらミューズのマカロンピンクですね、塗っていきます。こちらのマカロンピンク塗ってみるとこんな感じの色で、どちらかっていうとね若い人向きのカラーかなっていうような感じがします。蛍光サーモンピンクみたいな感じのね色味になっております。次はこちらのね、トビネイルさんの方の福袋に入ってたカラージェルなんですけど、このハイリッチっていうタイプはこれはベタ塗りでワンカラーとかで使うものではないみたいなので、これはちょっと後日レビューしようかなと思います。ベトロさんのベーストップを抜くとこちらの6色ですね、塗っていきます。まずはこちらですね、ベラボマさんが出しているベージュカラーなのかな、ムードベージュっていう名前なのでベージュカラーだと思います。ベージュ結構暗めのベージュ系ですね。あー質感的にはねそんなにプリジェルさんと大して変わらなくて、容器がねちっちゃいので結構ねコンパクトに収納ができるタイプになってるんですけれども、これを機にねもしかしたら普通に揃えるかも。いいわーこれ。はい、塗ってみた感じの色味こんな感じになっております。くすみベージュっぽくてすごくねなんかね使いやすそうな色。次こちらですね、同じくベラフォーマさんの商品のアプリコットキャンディーっていうカラーです。こちらも塗っていきます。ちょっとオレンジっぽいような感じの色味ですね。はい、塗ってみるとこんな感じの色味になっております。サーモンピンクまではいかないかなっていう感じなんですけど、これもでも結構肌に馴染みやすい感じの色味だなっていう風にね感じております。多分うちのお店で出したら結構人気がすぐ出てなくなっちゃうんじゃないかなっていうようなね色味になっております。次はこちらのベトロの241番、クリスタピンクっていうカラーですね。こちら塗っていきます。お、なんか昨日と全然なんかイメージ変わっちゃったんだけど、なんか昨日ちょろっと中見た時こんな色味だと思わなかった。二度塗りした色味こんな感じになっております。クリア感があるんですけど、なんかね飴っぽいって言ったらいいのかな、なんて言ったらいいんだろう、すごくでもね可愛い感じの色味です。
チークネイルにも使えそうだし、アートの時とかそういう時にもね、ガンガン使えそうな感じの色味ですね。次はベトロ最後ですね、34番です。あ、ちょっとパステルミルキーパステルグリーンみたいな、塗ってみた感じの色味こんな感じですね。結構なんか春っぽい感じの色味で、これからの季節使えそうな感じの色味です。次はこちらですね、気まぐれピグメントのリキッドメタルブロンズっていうカラーになっております。多分ね、リキッドメタリックだから、さっきと同じようなこうサラサラした感じの質感なんじゃないのかなって勝手に思っております。あ、やべえ、この色私めっちゃ好きかも。一度塗りでこんな感じの色、この色めちゃめちゃ可愛い。なんかほんとブラウンって感じがすごくいい。二度塗りしてみたらちょっとと湯張っちゃってる。最後はこちらですね、ミューズさんが出しているオーロラフェアリーっていうカラージェルです。こんな感じのね、あのオーロラが入ってる感じなんですけど、私これ似たような色持ってるなって思って、こちらプリムドールさんが出しているホタル姫っていうねカラーなんですけど、比べてみるとこんな感じ、結構似てますよね。なんか塗り心地とかが違うのかなってちょっと思ってるので、まあ、どんな感じの塗り心地なのかをね、ちょっと今から見ていきたいと思います。塗ってみた感じの色味こんな感じになっております。なんか蛍姫よりなんか肌なじみが良さそうに見える。こちら側がうちのお店に置いてある蛍姫のサンプルなんですけど、こっちの方がシルバーっぽくて、こっちの方が白っぽいのかな。あとね、こっちの方がなんかね、すごくね、中身がギュッとしてる感じがしますね。シルバーっぽいやつが、こっちの方が粒子が細かいような感じに見える。さっきもお話しさせていただいたんですけど、先端とかね、こう透けにくいっていう部分では断然こっちの、ミューズさんが出してるものの方が先端透けにくいんじゃないのかなっていうようなね、感じがします。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。全部で14色の新しいカラージェルゲットすることができました。もうカラージェルだけで全然福袋の元取れたなっていう風にね、私は思っております。私の中で今回なんか一番が決められないんだよな。このね、リキッドメタリックブロンズ、さっき湯張ってたのは塗り直しました。これすごくいいなって思ったのと、こちらね、メタリックパープル、これもすごく綺麗だと思います。で、初めてミューズ使ってみた感想なんですけれども、ラメ系のカラーグラデーションにした時に字が透けないような感じがすごくこうギュッとした感じがすごくいいなっていう風にね思いました。今回ご紹介したカラージェルですね、この色良かったなとかっていうのあれば、概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらからぜひぜひご覧になってみてください。すごい見づらかったよとか、全部のカラージェル見てみたいっていう方いらっしゃいましたら、 Twitter と Instagram の方に画像の方を今後上げていこうという風に思っておりますので、そちらの方ぜひチェックしていただければなという風に思います。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル.comでした。